はい、どうも、ゆけつまちです。はい、どうも、かやさんです。うちに、さしです。はい、というわけで、今来てるのは、長岡にある国営越後丘陵公園という場所に遊びに来ております。めっちゃ広い公園ですね。ものすごい広いんですけど、はい、まあここから見る限りでも芝生広いですけどね。うん、あるみたいなね。そう、まあなんか結構いろいろあるみたいなんで、ちょっといろいろ回ってみようかなと思います。はい、はい、行きましょう。はい、一回体内のさ、昆虫の家行った時に撮った覚えがある。ああ、本当に。それは、それもあれなの？ニジュロとかあんの？あったよね。ヘラクレスオオカブト見ることなかなかないんだよね。そうだね。ヘラクレスオオカブトなの？うん。まぁ、ちょっと後からあの大昆虫展も行って見つつ、ちょっと撮影していいからね。そうだね、なんか写真に撮りに来たりとか。さっきの人とかも撮影ってあれだもん、写真撮りに来た。そうだよね、なんかたじゃん。うん、うん、なんかちびっこが遠足かな、うん、なんかでもめっちゃ遊ぶとこあっていいね。やばいね。2日投資券とかっていうのもあったから、2日間ぐらい遊べるようなやつがあんのかな。うん、噴水はあっちかな。ソファードームってこういう仕組みなんだね。結局やっぱ送風機からこう空気入れてるんだね。あ、そうだよね。だってそう指紋じゃないもんね。なんかどうなってんだろうって気になってたけど、なるほど、内膜と外膜の二重構造になってて、内膜に空気を送って膨らませて、で空気逃がす感と空間があるから、それでいつも適度に、あ、同じ柔らかさになってんだね。すげえなこれ。クッション材とかね、あるから。あ、なるほど、本当だ。わ、めっちゃ、わわ、めっちゃある。うわ、やば。危ない、危ない。めっちゃ、飛ぶ。二人のハンドル飛んでる、飛んでる。おお。あれ、上、お。怖い、ここは。はい、どうも、戻ってきました。はい、どんなでしたか。いや、もううちら11時ぐらいに来たじゃん。うん、もうだから今もう2時半とかだからめっちゃいるやん。ちょっと遊んだだけでこれぐらい入れるっていう。めっちゃいるやん。3時間半ぐらいってこと。そうだね、2時間半ぐらい、うん、2時間半とか、うん、本当に丸々1日入れるかな。そうだね、1日全然入れるわ。そうだね、あとまあ食べる場所とかもあったりするから。そうだね、
ゆっくりできるっすね、うん、カロリーとか測ったわけじゃないけど多分痩せた。痩せたね。相当運動歩いたし、うん、運動もしたし。ディスクゴルフすげえ楽しかった。そうだね。そうだね、うん、全部楽しかった ね。あとはこう昆虫のね、うん、やつも今やってて、ね、そうだね、うん、まあ、もしなんか近くの人とか、そうだね、ちょっと足伸ばして来れる方は、うん、新潟の方は、おすすめですね、やっぱり有名なとこだしね、うん、そうだね、うん、あとまあ普通にあの景色も綺麗だから、そう綺麗、花とかも見えるしね、そうだね、うん、おすすめでございますので、はい、ぜひ機会があれば来てみてください、はい、では終わります、終わります。